はい、今回こちらですね、キャップのスタートデッキと同時発売の超ガチャレンジスタートデッキゼロの俺が無月の滞在、こちら見ていくんですけど、これゼロ変わったね、うん、何これ、やっぱみ水文明を吸収してるっぽい感じ、ふう、ちょっと楽しみですね。内容物としては、デッキですね、通常デッキ40枚と、ガチャレンジゾーン12枚、計52枚と丸明かりガード入っております。こちらでね、リュエマのルールだとかこちらのデッキの戦略がわかるかと思います。こちらから見ていこうか。お、俺がオーラ、いきなりというかスーパーレアだね。はい、ガメッシンゲジャンブルジャンブクルク読みにくドルスダクマフィーギャングデイリートロン無月の滞在に、お、このオーラを使うコスト2少なくしても良い。そしたらこのターンの終わりに自分のクリーチャー1体破壊する。ほ、あれだね、なんだっけ、バッドブラムトンみたいなね。でこれをつけたクリーチャーにパワードブレイカーを与える、これをクリーチャーにつけたとき、またはこれをつけたクリーチャーがアタックするとき相手のクリーチャー1体選ぶ。このターン自分の墓地にあるカード1枚につきそのクリーチャーのパワーはマイナス1000する。強っ。出たときっていうかつけたとき、出たときとアタックするときだからね、うん、強くない？うん、やば、まあ闇文明なんでね、墓地は大量にあると思うんで、すげえな。はい、で、こちらよいしょ、狂気29行ゾットバは、これは新規か、新規のカード。このクリーチャーをバトルゾーンに出た時自分の山札の上から1枚の墓地に置く。その後闇のクリーチャーを1体または闇のオーラを1枚自分の墓地から手札に戻す。あ、だから墓地に 何かこう自分の今使いたいカードがあったら、うん、こいつさえ出しておけば回収できるんだ。なるほど。あ、で今度は多分闇と自然なんだね、うん、今回のこのデッキのコンセプトが自分と相手のクリーチャーをそれぞれ1体ずつ選びバトルさせる。2コスでね、なるほど、ちょっと非文明っぽいあれだね。こちらが4枚か。はい、で、こちらオーレガオーラか。会心、フタガランケン。マフィーギャングで デリートロンですよ。で、無月の滞在に、まあこれ2少なくしてもいいですよっていう。で、これをつけたクリーチャーにパワードブレーカーを与える。で、あ、プラス4000のね。で、自分のクリーチャーが破壊されたとき、カード1枚引いても良い。強いんじゃないかな。こちらが2枚か。ん？送信骨ゾンビ？骨ンビ？おお、なんかあれだね。俺がオーラってこういうこう前のクリーチャー、ま以前いたねクリーチャーのこうオマージュ的なものが多いよね。これは無月の滞在2ですね。これをクリーチャーにつけたとき自分の山札の上から1枚目を墓地に置く。そのカードが闇のオーラならカード1枚引く。へえ、すごい。3枚か。骨火とやっぱちょっと違う使い方だね。で、ユグランジャ、これ強いよね、うん、はい、シールドトリガーですね。で、これをクリーチャーにつけたとき相手のクリーチャー1体選ぶ。このオーラをつけたクリーチャーについているオーラ1枚につきそのクリーチャーのパワーをマイナス3000する。そうですね、だから俺がオーラなんでどんどんついてるんでね、マイナス数千とかになるよね。うん、私実はねマイナスするっていう効果、うん、甘く見てたんですけど結構ね今日デュエマフェスでやられちゃって、うん、大切さを身に染みましたね。
あまり自分自身ね使ってなかったんですけど、これ使いたいなと思います。ユーグランジャー3枚か、うん、4枚入れてよお、ナチュラルトラップか。ナチュラルトラップ必ず入ってるねっていうか、そうだね、もういろんなエキスパンションで入ってるね。これナチュラルトラップコレクションとか誰かしてたら面白いよね。いろんなナチュラル、エキスパンションマーク違いとかイラスト違いで集めてる方いらっしゃったら教えてくださいこれが4枚か。はい。で、狂気51号バーシル、これは、呪文ターン中このクリーチャーが破壊された時、次の相手のターンの始めにこのクリーチャーを墓地からバトルゾーンに出す。なんで自分のクリーチャーを破壊します。あのさっきありましたね、あのなんだっけ、無月なんだっけ、無月の滞在2とかで破壊したら、相手のターンの初めにでまた出てくるっていうね。もう強いね破壊するけど破壊されたことになってないっていうね。4枚。はい。で、巨神ビーストボート、無月の滞在3少なくしてもいい、3個捨てれます。でこれをつけたクリーチャーにパワードブレーカー与え、まあそっかですね。これが3枚。父なる大地入ってるね。これ意外と強いよね。相手のクリーチャー1体選び持ち主のマナゾーンに置く、その後進化ではないクリーチャー1体相手のマナゾーンから選び、相手はこれをバトルゾーンに出すって。これはうちの息子に結構やられてね、イラッとくるよね。あのマナゾーンにね、ちょっと序盤というかね、弱めのカードを置いてたらそれをバトルゾーンに出されるとかね。あとなんだっけ、バトルゾーンに出た時効果無理やり使われたりとかねされるんで、これは侮れないですよ。3個ですよ。あ、2枚なんだね。はい。で、デュランベルトランブロッカー、このクリーチャーアタックできない、このクリーチャーが破壊した時カード1枚引く。は、まあ、闇文明に珍しいドローソースですね。はい。で、狂気56号ゴロン、このクリーチャーが破壊された時相手のアンタップしているクリーチャーを1体破壊する。あ、そっか、このクリーチャーが破壊された時なんで、無月の滞在なんだっけ、2とか3とかで破壊してもいいんだよ。破壊したら相手のクリーチャーを破壊しちゃう。あ、強くない？密かに2コスで。ほうほう、多分そういう使い方するんだろうね。あ、やっぱ書いてある、2ターン目にフレーバーテキストに2ターン目にこいつを用意しておけば無血の滞在で大型クリーチャーを出しつつ相手のクリーチャー破壊できるぞって、そういう地雷だね。うん。で、推進でサッパイダー、なんだこれ、これでもイラストかっこいいぞ。はい。で、無月の滞在1か、2コスで出ますね。で、このクリーチャーをつけた、これをクリーチャーにつけたとき、相手のクリーチャーを1体選ぶ。このターン、そのクリーチャーのパワーはマイナス2000する。マイナス2000か。まあでもさっきのと組み合わせるとね、マイナス5000とかいっちゃうね。これ3番。で、ユーグギャン。ですね。はい。これをクリーチャーにつけたとき、自分のマナゾーンの上から3枚を自分の墓地に置いても良いですね。闇文明らしい。で、呪い兵三式、これ新6か。相手の呪文またはカードの効果によって相手がこのクリーチャーを選んだとき、相手は自身の手札1枚選んで捨てる。なるほど。ガチャレンジをこっちに置いておこうか。で、オーマ兵二式、これも新緑だね。このクリーチャーがバトルゾーンを離れた時、闇のクリーチャー1体また闇のオーラを1枚自分の墓地から手札に戻しても良い。ほう、無血の滞在2とかってどうだったっけ、クリーチャーでもオーラ何でもいいんだっけ。
あ、そっか。なんでこれバトルゾーン離れた時なんでこれを破壊してもいいんだ。で自分の好きなあのオーラだとオーラを闇のオーラをこう墓地から回収するっていうね。はい。で死神帝4式、このクリーチャーがバトルゾーンを離れた時自分の山札の上から2枚を墓地に置く。おお、この無月の滞在とこう組み合わせると組み合わせてね、はなんだ、意図的に破壊するといろいろ面白い効果があるカードが多いな。はい。で、堕落兵二式、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時自分の山札の上から1枚目を見る。それを自分の墓地に置いても良い。置かなければどうなるの？置かなければ墓地に置かなければそのまま山札の上なのかな。はい。で、無我兵三式、バニラですね。はい。で、殺意兵一式、マナドライブ三、闇。自分のマナゾーンのカードが3枚以上で闇文明があればこのクリーチャーにスレイヤーを与える。んスレイヤー一時期使ってましたね。オーバーキルグレブヤードでスレイヤーの怖さ痛いほど分かってますんで強いと思います。こんな感じか。今日はチャレンジスタートデッキゼロの俺が無月の滞在でした。まあね、なんだ無月の滞在なんちゃらとかでコスト軽減をして、クリーチャーを破壊する、他のクリーチャーを破壊するっていう組み合わせのデッキだったんじゃないかなと思います。で自然文明もね入ってたんですけど無理に自然文明入れることもないかなと思いますね。その辺ちょっと改造してもいいんじゃないかなと。あとガチャレンジクリーチャーが若干ちょっと弱い部分があったんでその辺も改造すると全然変わってくると思いますね強さが、うんうん、なのでこちらはちょっとこのまま使うというよりはいろいろとね改造して楽しむデッキじゃないかなと思います。またね診断も出るんでねその辺のカードも入れてみるのもいいかもしれないですね。はい、って感じでまあおすすめはおすすめですけどちょっとねなんだろうキャップのデッキよりはもっとね年齢が上の子が使うんじゃないかなと思います。まあ全然スタートデッキとしても強いのは強いのでおすすめはおすすめでございます。はい、まあ以上なんですがもしよろしければねチャンネル登録なんかしていただけると嬉しいです。ではまたありがとうございました。